はい、おはよう。じゃんけん、おはようって言い終わる前に移動しちゃうよね。はい、おはよう。ジャン君一回ぐらいしたことあるよ、たぶん。ジャン君枕にしてた。ジャン君ジャン君ですね、明後日あなたは手術をするんです。で、手術をした時にですね、エリザベスカラーっていうのを、病院からお借りできることになっていますが、そのエリザベスカラーはですね、ラッパが反対向きになっているでしょ、うん、あれね、こういうとこに入ろうとかした時に引っかかるわけですよ、うん、そうするとジャン君結構ストレス来るなと思ってですね、以前いただき物として手に入れたこれ、あ、でっかく見える、こんな感じね。あ、なんか逃げた。嫌だなと思った。ちょっとこれをでも入らない、ジャン君にですね慣れてもらって、後でパカッと入れてみます、うん、ね。なんかもらってすぐの時に1回だけやったことある気がする。うん、でその後はポンちゃんがクッションとしたり枕にしたりして使ってて、うん、まあ何なのかよくわからないまんま、ちょっと匂いに慣れるとかしてもらっといていいですか、うん、ここに入れるかな、それした時に。とりあえずこうやって置いといてね。はい、はい、お願いします。